良いお年を。みやちちゃんありがとうございます。 良いお年を。生きてた。あ、そうなんです。そう、1週間クリスマス前からあれですね、東京生活になってゆうくんが良いお年を。ありがとうございます。なんて言えばいいの、顔がめちゃテカってて見づらいかもしれない。そう、1週間前から東京入りしてて、クリスマス公演の梅坊公演の主役じゃないけど主役みたいな役をやって、で絶風羽田に向けての準備期間に入り、で一昨日かにギネプロを終えて、で昨日最後のアプガニキオサメのライブをして、で今日に至るって感じですね。あ、すごいね、パパ来てる、ありがとうございます。良いお年をつなかもしれない。ゆうくんありがとうございます。みやちゃんが虹、ありがとうございます。すごい虹かわいい。佐藤さんもハートありがとうございます。ドラヘビさんもコマありがとうございます。竹原さんがめっちゃ可愛い、ありがとうございます。そうなんですって感じで、梅坊楽しかった。そうなんです、梅坊公演があったりして、なんかもう梅坊からね1週間、明日で1週間かな一応なるんですけどみたいな感じで、てかもうリリーベフリーイベントから1週間経ったらしくて、えたえ今日金曜日、え分かんなくなっちゃったみたいな感じらしいんですよ。どうしよう、もう3ヶ月ぐらい前の気がしてきました。え、そうなんですよ、なんか気持ち的にすごい、なんかもう3ヶ月前ぐらいの記憶なんですけど、まだ1週間しか経ってないんだと思った。私は今回の冬休みの間になんか2回りぐらい大きくなりたいみたいなこと言ったんですよ。もうなった気がするけど、まだ絶対が終わってないのでなんか変な感じしますね。で昨年末はもうこの家で過ごしてたんですけど、昨年末は確か28日がラストライブでみたいな感じだったんでね、多分単独ライブラストが28でみたいな、で29から多分この家にいて29、30、31、1日ぐらいまで多分この家にいたんですよ。だからなんか変な感じしますね。だからその時にはもう単独ライブが終わってたから、なんか今もすごいなんかゼップ羽田がもうちょっと自分の中ではちょっとドキドキがちょっと収まりつつあるっていう感じですね。佐藤さんがだるまくる、ありがとうございます。すごい年末年始ごちそうが出そう、すごい出ますよ、なんかもう食べきれないよこんなのっていうぐらい来るし、なんかめっちゃ高級なおせちとか出てますね。私はもう食べないんですけどなんかお姉ちゃんってか美食家の人が多いので少し分けてほしいです。え、全然分けますよ、なんか私はあんまり食べれないんで、そもそもなんか爆食派ではないんですね、見ての通り、見ての通りか分かんないけど見ての通り爆食派暴食派ではないんですね。なのでまだ食べない派ですね。なので全然いつでもみんな遊びに来てくれたらなって思います。今日はお姉ちゃんがちょっとサングラス持ってなくねって言ってたんでサングラス持ってきました。私も何も見えない、お姉ちゃんが、え、ちくサングラス持ってなくねって言ってたね、サングラス。ここ、補強設置、小鳥派、エビ余ったらください。え、私エビ食べれないんでエビマジであげます。マジで、てかこの絵欲しいんだよね。でも絵飾る場所なくてどうしよう、なんかこの鏡、今目の前に鏡あるんですけど、この鏡も欲しいんだけどちょっと部屋に合わないみたいなみたいな感じのインテリアが多すぎて、なんか欲しいものいっぱいあるんだけどちょっと部屋に合わないしな、いらないしなみたいな感じです。名古屋でつけたサングラス、名古屋のサングラスは安いサングラスです、1000円ぐらい。佐藤さんが可愛い、ありがとうございます。可愛いって感じですね、最近はそんな感じですね。でもで私ちょっとみんなに本当に申し訳ない、なんかツイッターとか SNS とか全然更新できてなくて、なんかちょっと寒さてか、なんかちょっといろいろやられてしまい、この間のニキラジをねちょっとお休みさせていただいたんですね、本当にごめんなさい。そうで、その前もリハーサル、お茶の間さんの前日かなにもちょっとお休みさせていただいたりとか、ちょっとそうなんですよ、 SNS の更新がちょっと遅くてちょっと心配かけてしまった方いたら本当に申し訳ないって感じですね。
体調良くなって何よりです。でもまだ気は抜けない、万全とはまだちょっと言えなくて申し訳ないんだけど、キラキラ回復したんだろうけど、そのね、なんかキラキラ、そうキラキラしちゃったんですね。キラキラしちゃってて最近ずっと、そうだからずっとおかゆだったんですね。だからちょっとずつご飯食べてるって感じです。全然大丈夫で、ゆっくりしてね。いやもうみんな優しいね本当にって感じで、寒いんでね、みんなね気をつけてください。寒いしね。でもなんか喉痛いとかそういうのは全然ないので、そこはね別にあんま気にしないでって感じなんですけど、お腹だけちょっと、お腹っていうんですかね、よくねキラキラしちゃうんですよ昔から。で、ね、今もねちょっとお薬飲んで今はいい感じだと思うので、ちょっとしばらく安静に。なんで今年いつもは除夜の鐘つきに行ってるんですけど、今年はちょっと夜寒いし、1月4日の大切なジェット羽田の公演があるので、そうちょっと今年はちょっと体調をね崩さないように、年末年始ね、金お家に持ってきてもらおう。あり。確かに、むしろね、金がこっち来てみたいなね、金側がちょっとこっち来てくれないみたいな雰囲気で過ごしたい気持ちですね。腹巻きして寝てくださいね。腹巻きして寝ます、ちゃんと。ジンシメイちゃんが可愛い、ありがとうございますみたいな、そんな感じで今は過ごしてます。なんで今年はちょっと除夜の鐘もつかずにおとなしく過ごそうかなって思ってます。そう、毎年ね月に行ってて、去年も月行ってたりしてたんですけどね、そんな感じだと思います。なんか最近なんて言えばいいんだろうね、そう年末結構パタパタすること多いかしますし、ね、で去年もねちょっとあんまね、最近やっぱ私年末ちょっとなんか体調崩しがちみたいなとこあるので、そこだけねみんな気をつけてもらえたらなって思います。だから毎年ねなんだかんだ言ってね、このでね、私昔なんかクリスマスにインフルエンザになったことあるんですよ、っていうぐらいなんか冬休み呪われてるんかってくらいちょっと体調悪いんで、みんな気をつけて。年越す瞬間絶対家にいたい派です。ああ、なるほどね、確かに。みんなで気をつければ大丈夫ね。だからほんとみんな1月4日の単独ライブに向けてマジで気をつけて過ごしてもらえたらなって思います。チコだけじゃなくてみんなもね、ほんとに気をつけてほしいなって思います。体調だって言われたもん、今回の単独ライブで何が一番大切ですかって、健康ですっていう話になったので、クリスマスにインフルさすがに悲しい。そうなんですよ、なんか昔小学生の時からなったことがあって、結構あるあるなんですね。私佐藤さんがハート、ありがとうございます。なんか体調悪いなクリスマスと思ったらインフルだったって、結構、ね、あるあるなんで、みんなもね気をつけてもらえたらなと思います。今コロナもインフルも流行ってるんでね、今みんなどっちも気をつけてもらったら。あ、これコマじゃなくて花火なのかな、橋本くんありがとうございますって感じですね最近は。うん、みんなもね気をつけてもらえれば、ゆちいこちゃんです。最近全然配信もできてなくて、だからね、配信します詐欺をすごいしてたんですけど、全然配信できなくてね、ごめんね。羽田楽しみです、ありがとうございます。今家族で、今ねお父さんとおばあちゃんが買い出しに今行ってるんですけど、2日連続で配信がやばい。確かに2日連続で配信したことなくない？私絶対1日開けるもん普通に。ありがてえてえてえ。さ、私は一応毎週金曜日にラジオやってるんで、ちょっと生存確認はみんな毎週金曜日のラジオでしてもらえればなと思います。あ、竹原さんが花火ありがとうございます。てえてえ。毎日配信できたら奇跡。そう、家にいないのよね基本って感じで。初連続配信。あー、確かにすごい昔はやったような気が、すごい昔って言ったの3年ぐらい前だけど、言ったような気がするけど、最近はやってない。ちょっと家にいなくてごめんな。私もねやっと家に帰ってこれて嬉しい。どこも家なんだけどね、なんかすごい家に帰れないみたいなこと言うんですけど、え、家だから、全部東京の家も家だからっていう、そこだけみんな気をつけてね。あかりんちょちゃん、あれあかりんちょちゃんありがとう。花見ちゃん、去年の1月2月すごかったよね配信。あー、すごかったですね。なんかあなたたちすごいわねっていうぐらい配信してましたね。だけどね、目標があったんですよ。1日何時間？30時間？
日60時間かな、1ヶ月60時間配信みたいな目標があったんですけど、私はね15時間ぐらいしか配信ができなかった目標がね達成できないものだったんですけど、まあいいかなって感じですね家がたくさんあるんですけどね。えもうなんかどこから振り返ったから、ちょっとさすがにね大晦日1ヶ月に60時間無理よなちょっとね私にはちょっとできなかったよってそう目標があったんですよ。私もねちゃんと目標頑張ってたんですけど、あでもだからね達成できなかったよ。今年はじゃあさす大晦日なんで、今日の配信はちょっと今年をね振り返っていこうと思います。チコにお休み期間として、そうなんですよ、今年の初めは私1月の6日7日か6日が最後だったから7日からちょっとお休み期間に私1回の入らせていただいて、で2月のそれも7日ぐらいかな、2月の上旬にまたそうあのカイカさんのイベントの方でさせていただいてって感じだったんですね。なんか今年もちょっと滑り出しは滑ってるよ、つるつるや。そうなんですよ、最初からねちょっと、そう最初からちょっと私お休みしてしまってね、ちょっとそれを大変皆さんに申し訳ない気持ちをされたと思うんですけど、でまーちゃんが卒業発表をして、まーちゃんの発表が1月の29とかね、1ライブの時だ、違いまだいなかったんですね。でして、で自分も2022年はスロースタートでしたそうなんですね。あってで2月復帰して、でその後またコロナがちょっと流行っちゃってて、はっ寒っ、はっ今白い息、はっ見えてる、見えてないね、そうあとコロナがちょっと流行っちゃってて、で一回アプガニキもねちょっとコロナになっちゃったんですね。それはアプガニキのメンバーちゃんもちょっとコロナになっちゃって、ちょっとカリさんとの合同ライブとかもちょっといろいろあの延期になっちゃったりしてたんですね。で春ツアーが始まってたんですけど、春ツアーのところでまたちょっとコロナがちょっと連続で出ちゃってみたいな、1週間おきぐらいにメンバーちゃんがどんどんコロナになっちゃってみたいな感じで、この春ツアーも結構人気がね多かったですね。まあ、結局春ツアーは4月の上旬で終わる予定だったんですけど、5月の連休までちょっとね延長させていただいて、2022年初めてちいこちゃんに会ったの4月の静岡でした。そうなの、なんかそういう方もそうもちろんいらっしゃって、なんか本当になんか会えて嬉しい、なんかみんなと一人一人なんか会えるのがすごい大切な時間だなっていうふうに思ったし、一つ一つの活動を噛みしめて生きていかなければならないんだなっていうのをすごい感じた一年だったと思います。自分的にも自分は今何をしなければいけないのかとか、まあ体調でもなんかもう本当にこの一年身に染みてっていうか、まあ多分社会全体が思ってることだと思うんですけど、本当健康に生きるってことがすごい大切なんだなっていうふうに思いましたね。そうなんか今まではねなんかちょっと無理してでもね頑張っていこうじゃないけどちょっとけどじゃなくて、いや本当にあなたたちは健康でいてくれっていう気持ちで過ごした1年ではあったかなーっていうふうに思いましたね。ねだから私自身も健康に気を使っていたとはいえちょっと崩してるっていう現状ではあるんでちょっと何とも言えないんですけど、健康が一番、そうみんなね健康に来てライブに来てライブしてみたいな出会い方が一番いいんじゃないかなっていうふうにすごい思った、つくつくと感じた一年でしたね。もう上半期は本当にメンバーなくしてから気づきますから、ね、そうなんですよ、なんかもう上半期はすごい延期、まあ、こう下半期も結構あったんだけど上半期は結構コロナ新型コロナウイルスに感染して、私自身も7月ですねに感染してしまって、そばの人を悲しませてしまったし、仕事をね飛ばしてしまったので申し訳ないと思ったんですけど、そうなのって感じですかね。春ツアーがまずありましたね。春ツアーがあって、でまーちゃんが5月の22日ですねに卒業して、私は次の日もちゃんと学校に行って体育の授業を受けて、いやなんか今年の思い出は、今年って今年度まだ終わってないけど
の思い出はもう月曜日と水曜日に体育があることなんですね、基本的に。長田千尋の思い出、体育マジで頑張ってたのなんかだけどもツイッターとかインスタとかもほぼ体育のことしか言ってないよねあなたってぐらいだったの。だけど言えないのよ他のこと、他のこと言っちゃうとちょっといろいろバレちゃうしみたいな、あんまり言えないっていう何言えるかなって考えた時、あ体育っていう体育ってあんまなんか見バレなくないやすさんが ありがとう、なんか頑張ったな、え優しい、ありがとう。今年の日つつ話題は体育、そうです、体育の話盛りだくさん、そうなんですよ、なんか言える話がなくて全然、なんか中学校とかって割と何言ってもよかったんですけど、高校とかですねなんかあんま言う、なんか言えなくて、めっちゃ体育してるんだなと思って、体育のツイートのおかげで僕らも頑張るって気持ちになりました体育はどの学校もありますからね、そう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 、本当にそうなんです。佐藤さんがはあれちゃんマジで体育しかしてないんじゃないちいこちゃんって、ちいこちゃん高校で何学んだんですかって、体育ですねファンの人からすると通ると思うんですけど、そんなことないけどねちゃんと内容あること学んでるんですけど、言えるのはね、そうそう実は体育科とか体育科に見える私全然あのそういう予想も立ててもらっていいんですけど、体験の学校じゃない私体育科に見える、なんかリアルで会ってもらえると分かるんだけど、私結構華奢なのねリアルで見るとあの結構なんか意外と島崎ゆりやと身長変わらなくねっていう感じなんですね、私意外と、あ変わるけど変わるけどもあのこの見た目の音で結構ちっちゃくて華奢なんでって感じですね。始めました、始めましたって感じですね2021年。でもなんかこの3年間いやまだ高校は卒業してないけど可愛いよね、ありがとうございます。体育と調理実習の話が高校生活のメインかと思ってましたなんかあんま言えることなくて、あウィンズさんがハートくれてる、ミントさん好き、ミントちゃん好き、ミントちゃんのことが大好き、ありがとうございます。えそうなんですよ、えなんだっけ、そう今年高校生は私はもうまるまる、まあ正確に言うと中学3年生の2月ぐらいからコロナ禍ではあったので、すごいすごい花火上がってる、ありがとうございます、嬉しい、みやちゃんありがとう、みやちゃん元気ですかえそうなの、だからまるまるコロナ禍での学校生活だったからすごい変わるんだろうな今までのと思ってたし、逆になんかもうあんまり高校生活に期待してないじゃないけど、うん、なんかそもそも別にね、なんかアプガニキの活動に活動がまあこういうことあんま言わない方がいいかまあ両立させたいとはいえ、アプガニキの活動の方が自分の頭脳みそ的には80% ぐらいアプガニキのこと考えて 20% ぐらい学校のこと考えててまあでも実際ちゃんと両立させたい気持ちがちょっと強かったので、せっかくねなんか学校ちゃんと行ってねって言われてたんで、学校でもちゃんと成績、せっかくね学校だってでも行かせてくれるっていうか、そのえ学校学部優先だからって言ってもらえるならなんかちゃんと学校でも結果残したいじゃないけど自分でしっかり秘密決めて頑張ってるのに、そうそうそう、なんて言うんだろう、そうなんか高校生活を全部アプガニキに捧げるつもりではいたけど、まあでも勉強も頑張りたいなって、青春が犠牲になってしまいました、なんかねそれであんま犠牲にしたくないって、まあでも実際犠牲にしてるつもりも全然なくて、結構学業優先で進めてもらったことも多かったので、すごい楽しく高校生活も楽しく送れたと思うし、まあ、そもそもその行事が結構少なくなっちゃってたから、なんかあんま犠牲にしてる感とかあんまなかったですね、でそもそもあんま興味なかったっていうのもあるけどあかりんちちゃんがありがとうございます。なんか中学生の時もね最後の方結構行事なくなっちゃってて、間の行事もまあ行ったり途中で帰ったりとかしてたんで、そんなにねなんか留年したアイドルさんもいたから大丈夫です、そうだったんだねって感じですね。結構学校はなんか行ける時にちゃんと頑張っときたいじゃないけど、せっかく行かせてもらってるからちゃんと学校もやりたいなと思ってね、だからテストもサボらずに
サボらず勉強を怠らずに、まあ、かといってそんな勉強してたわけじゃないけどちこちゃんが京都でモテモテだったのはコロナ前ですか。あ、そうです。あと富士急ハイランドにも行ったんですけど、富士急でもモテモテでした。かわいいって言われました。まあ、よく言われますねガンブちゃんがとうとう、ありがとうございます。ていてとうといってことていてって言うんです。ててありがとうございます。寺町さんがちらってありがとうございます。すごい久しぶりの配信だから今日見てくれる人めっちゃラッキーちゃんだよ。はい、ラッキーちゃん。ラッキーちゃんもね、なかなか怒涛の日々。うわ、あれ12月か。なんかもう本当にラッキーちゃん3ヶ月前ぐらいなんだが、ラッキーちゃんもつい2週間ぐらい前の話だよね。3週間ぐらい前の話だよね。なんか変な感じするね。ラッキーちゃん楽しすぎた。そう、ラッキーちゃんの話までまだちょっと追いついてない、ごめんね今私もちょっと7月ぐらいで止まってますね。で、そうで、今年はそんな感じでしたね。うん全然話進んでない。それで学校頑張ろうと思って学校も頑張ってきて、で、まーちゃんで7人体制になったのね。まーちゃんが5月卒業して7人体制になって、で、3週間ぐらい、5月の終わりから6月の中旬ぐらいまでの3週間で7人体制の準備期間みたいな感じで入って準備してたんですね、ずっと。準備期間もね、楽しかった。まあ何してても楽しい人なんでなんです。ラッキーちゃんまた見たいですね。学生じゃ経験できないことが多いですよね。ラッキーちゃん定期的に見たいから合同ライブはよって感じですね。てか私は早くもうアプガフェスっていうかヤムフェスを開催してほしいんですね。ヤムフェス、なんか私がアプガニキに加入した時はあのカリネさんとニキちゃんとプロレスちゃんの3組しかいなかったんでアプガフェスだったんですけど、実質ヤムフェスね。でキカさんもいるじゃん、で戦国さんもいるじゃんって感じだから、もうね、和田さんもいるし、ヤムフェス、ヤムフェス開催してほしいって気持ちですね。で、中学3年生の時の終わりに25時間半テレビ、27時間半テレビ、ちゃんまんも呼べる、そうそう、ちゃんまんもいるしっていう、なんでヤムフェスねえ、やってほしいてか最近なんかあのみんな知ってると思うんですけど、事務所が移転しちゃって、そうなんですよ、事務所が移転したりいろいろあったんで、なんか最近あんまりやむのなんていうの、キッカさんにも合わないし、あの私学生面だからさ、撮影の時とかも結構遅めなんですね、時間が。なんで全然なんか会えなくて寂しい。なんか SNS とかではそう、もちろん見てるんですけど、会いたいってすごい思うね、すごい楽しいなって思いますヤムフェス、ヤムフェス開催、でもヤムフェスは大変だよねみたいな感じですねあとなんか言いたいことあったんだけど、あ、そうで7人体制になって、だからなんか準備期間あ、すごい寂しいなとか思ってたけど、なんか待ってくれるみんながいるじゃないけど、いるこのコンボ抜きをって気持ちになりましたちこちゃんに会いたくなるのからわかる、本当嬉しいそう、なんかすごい準備期間あったねで7月始まって、でもうすぐ夏に突入するんですね。私がその間に1回コロナになるんですけどで私結構夏の暑さにもやられちゃってて、今年そうなんですね、暑さにもやられちゃってて、何に勝ったんだ逆にって感じなんですけど、何にも勝ってないです、ね、今年はキッカに会っても変なことされてない、大丈夫ですか。あの最近で会ってないからね、変なことされてないんですよ、変なことされてないんですよ、会いたいですね。え、なんだろう、え、そういろいろあって8月、ちこちゃんいつも優勝してるイメージあったんだからあと季節に負けてるんです。夏といえばティフタットジャムもあったもんね、ひとちこちゃんフェスでもそうなんですよ、夏は、今年の夏は結構あれですよね、あの2期の年の夏って言ってたんで、私も
いろいろ準備しながらやってたから、ちょっと頭がてんやわんやしてた時もあったけど、でもすごくみきちゃんとしていい夏だったと思います。暑かったね夏。今冬夏がなんかもう2年ぐらい前の気がするけど、そんなこともないんだね。こんにちは、こんにちは。で夏があってって一言でまとめられないけど、夏は夏ってか、この夏で結構出会ってくださった皆さんとかも多分いらっしゃって、嬉しかったなって、やってくれて。で私もいろいろ準備してて、そうそう、そのいろいろ準備してた中にさ、なんかいくつか準備してたんだけど、なんか私ツイッターかな、インスタグラムも多分載せたんですけど、なんか賞を取ったんですよ、優秀賞そう、みんなに内緒で進めてて、内緒に進めてて賞を取りました。優秀賞取りました。これはあの学校ですね、学校で優秀賞取りました。内緒の優秀賞、内緒の優秀賞取りました内容発表したいんだけど、さすがにちょっと見バレなんでさすがに見バレなんで優秀賞細かくはね、フォーユーでね聞いてもらえればって思うんですけどそうそうそう、優秀賞取りました。え、すごいよね。え、なんかすごい、私かっこいいって須藤さんがくれた、ありがとうございます。今年優秀賞も取りましたね。おばあちゃんがいた頃の兄貴を知らない人もいるんですね。そうですね、結構のこの時代で会ってくださった方は七人体制の兄貴初めてみたいな人もいらっしゃるかもね。体育ではないらしいフォーユーなら教えてくれるんだ。え、フォーユーの、私結構フォーユーだったら結構ね言っちゃいますね。絶対に言うね、絶対言っちゃダメだよって言いながら全部ペラペラ喋りますそうそう、聞きたいことあればフォーユーで聞いてもらえれば何でも答えますフォーユーはネタバレの宝庫え、そう、ネタバレの宝庫すぎてやばいよ。もう他のネタバレ情報も私勝手に言っちゃって、あ、やばこれ言っちゃダメかもとか言う最悪そんなね、本当に言っちゃダメなことは言ってないんで大丈夫ですあ、言っちゃったぐらいで許されるレベルのことしか言ってないんで大丈夫だと思いますそうなの、いい告知ですね、袋系そんな感じで最近は進めておりました。で7月、まあでも7月8月の話はねファニコンも割とギリギリ進めてますよね。本当ですか。あ、りんちゃん遠い過去の人ですか。えー、りんちゃん会いたいね。りんちゃん何してんの今ネタバレ系こう YouTuber チーコちゃん 4U やってみるか。えー、4U、 え、みんなぜひ 4U 来てください。なんかその日のライブの感想とかでも何でもいい、てかそう、なんか全然日常的に電話してるような感じでチコちゃんのフォーユー参加してもらえるのも全然 OK です。なんか今日ライブ行ってないからなとかじゃなくて全然大丈夫で、なんかチコちゃん元気ですか、俺最近こんなことあったよ、私こんなことができるようになったのじゃないけど何でも大丈夫です。私結構家族で電話する派の人なんで、いつでも来てください。イベントある日が分かるのありがたいですチクちゃん明日空いてる明日ですか。明日空いてますね。明日もじゃあ配信しようかな、できたら2023年は 4U する決意、ぜひぜひお願いします。明日もじゃあ配信しようかな、顔バレするなって感じ。え、マジか明日って1日だよね。1日、そんなに予定キツキツではないと思うんで、3日連続とかも快挙だよ。 4U いつ、それがネタバレ。 4U ね、もう年内はないらしい、だって今日だけで4U いつ予定入ってたかな。でも大体ライブある日とかだよね、なんか2日とかあるんじゃない。佐藤さんがブッポーブッポー、ありがとうございます。3日連続は快挙だね。喋ることあるかな、わかんない、ちょっと気が向いたらまた言います。毎日配信化しそう。いやね、毎日配信はなんか物理的にっていうか普通に無理なんだよねやりたくないとかじゃなくて、あのできないっていう、本当に家に帰れないっていう感じです。
毎日じゃないの、多分2日に一遍配信とかになっちゃうんだよね、周期ずれるとなっちゃうんで、そうなんですよって感じで。顔バレ怖い。てかフォーユー顔出ししなくてもできますよ、なんかあるんですってそういう方法ね、よくいらっしゃるんですけど、フォーユーは別に顔写さなくてもできるんですね。私たちの顔だけ見るっていう方法もできるんで、楽しみにしててください。お年玉事情とか聞きたいですまだ新年じゃないからって感じ。今のみんな買い出しに行ってるんじゃないかな。今日なんかいとこファミリーが来るらしい、てかお父さんのお兄さんファミリーって言えばいいのかな、が来るんだって。楽しみだね。親戚ってかなんか集まるの久しぶりかも。やっぱなんかチコも東京にずっと行ってるけど、中川家の人みんな忙しいから、みんなねそれぞれ忙しいのねそれぞれのやり方分からなくてカメラ手で押さえたことありましたたくさん集まれるの嬉しいです。嬉しい。やり方ね、こういうね、なんかテープとか貼るのありですね。1月4日は後楽園から羽田のはしご確定です。うわいいな、私もそれがいいんですけど、私はダメでした。サンタさんじゃないんですね。あ、サンタさんから届きましたよ。ちょっと家に忘れちゃったんですけど、なんかホットビューラー頼んだら来ました。ここ10年くらい正月実家に帰ってないですあるあるですよね。私もなんかなんて言うんだろう、家近いからね、なんか別にいいんですけどっていうとりあえず中川さん家のおせち見せてみたいです。え、もうすごいよ、なんかもう超長いテーブルにドラーって、南屋さんからスイッチ届きましたか、届かないよ、だって南屋さんサンタさんじゃないじゃんスイッチはちょっと一回今日家族に聞いてみます。でもスイッチまだいいかも、だって高いじゃんスイッチ。なんか悩んでます、二段目さんサンタじゃなかったのかめっちゃおもろくない？てか私いつもなんかお正月にも一個買ってもらってましたね。クリスマスとお正月にお餅買ってもらってました。お餅つきとかするんですか？え、前までやってたの、お庭で餅つきやってて、写真はあるよ昔の。今年はねもうおじいちゃんおばあちゃんがもう体が痛いからって言ってやんないです。近所でやってる人いっぱいいます。1月4日後楽園ホールに行くと普通にチグちゃんいるからビビります。いや、いるでしょ普通にいるでしょ普通にいるよ、うんって感じです。あ、痛いとか言ってコストコにスイッチ売ってたら買いそう。え、売ってるよね確か。二名がスイッチ届けるなら今やな待ってる人みたいになっちゃうじゃんそんな感じですね。あ、今どこまで振り返ったっけ。あ、そうで誕生日来てないで、9月の3日に誕生日があったんですね。でみんなこの家に来てくれて、やばい家族帰ってきたっぽいよ。そうでみんなお家に来てくれて、この家でパーティーしたんですね。なんかもう幸せすぎて、なんか私こんな幸せでいいのかなって思っちゃった。チータン、そうチータン、なんかもう私2日前ぐらいからこの家に前乗りしててそう現地入りしててその現地入りしててで、なんかもうこんな、なんかもう朝目覚めた時の幸せ感、幸福感がもう半端なかったの。なんか起きた時に、え、私こんな幸せでいいのっていうぐらい幸せで、現地入り早いんよ現地入りめっちゃ早いそれ前乗りではないね家に前乗り、いや前乗りだから、その前乗りしてて、でなんか、私なんかこんな幸せでいいのかなと思って、音楽かけながらペラペラ喋って絶対家族のみんなチーコのショールーム見てるでしょ、でも声したからねそうで、なんかそう現地入りしてて、で母さん完全に勝ってるじゃないですか。チカチカ幸せになったけど、こっちも幸せないよね。優しいこと言わない本当に。そうで、なんか音楽かけながら庭をねまず散歩したんですよ。なんかな、理想の一日の過ごし方ってあるじゃん。なんかルーティーンにできないんだけど、本当はルーティーン化したいんだけど、ちょっとそれはできない。理想の過ごし方は、朝も早く起きて、中川家が思った以上に
校庭で中静岡のハーブは中陰が所有していると噂があったこともあったの。そんなことも夏にありましたね。その夏になんか中垣めっちゃ家でかい説みたいに なっちゃってて、さすがになんかみんな家に呼ばないとなみたいな感じだったんですね。なんかこんだけ家の話してて誰も家に呼ばないのかなと思って、さすがにちちこちゃんに会うルーティン作りたいです作って作ってほしい。そうで朝起きて優雅にあの音楽好きな音楽かけながら散歩する、家の中を庭をっていうのが結構やりたかったの昔から。でそれを実際にできたし、で朝ごはんもすごい美味しかったし昼食も美味しいし夜ご飯も美味しいし、なんか本当に幸福すぎてどうしようって思っちゃったんですけどむしろ控えめだったのが、そうって感じでした。なんか私こんな幸せで、なんかもうこの家にいるとなんか幸せオーラが出すぎちゃうんだよね、やばいって感じでした。だってこのなんか配信画面もやばくない、まあ、この部屋あんまり派手じゃないんだけど、なんか本当に幸せすぎてどうにかなりそうでした。全世界から言われるの強すぎましたあれ面白かったですね、あのお祝い動画みたいなエジプトから来たんですよ私、エジプトに行きたいって言って、エジプト行きたいって海外行きたすぎて泣けるみたいな感じだったの。なんかもうその時もうタイに行きたすぎてもう本当にって感じだったのね伝わってるかなみたいな、タイ行きたいみたいな感じだったの。なんで昔のタイの写真見てみたいな感じだった、泣かないでってそうでも2月にやっとタイに行けるから日差しから幸せが伝わってきます。え、わかる？このオーラ行けるじゃないですか、やっと行けるの。そう、まあ、リゾート地に行きたいっていう願望がずっとあったので、で誕生日はそうエジプトから届いて、でなんかお父さんとお姉ちゃんとなんかおじいちゃんもうなんか来月じゃないか、もう2週間後ぐらいにエジプト行くらしいです私も連れてんねって感じなんだけど、さすがに無理ですねしかも次は仕事でタイに行く、そうなのってかもう話しちゃおう。なんかずっとタイは本当に私もう生まれた時からもうずっと行ってて、1歳の誕生日とか0歳の時からタイに毎年大体毎年行ってたのね。途中で台湾とか韓国とかいろいろ行ったけど、カンボジアとかもいっぱい行ったけど、そう毎年タイに行ってて、なんか本当にでなんか姉さんちがそうジャパンエキスポに出てるのとか結構見てたし、なんか実際コロナ禍になってそのオンライン開催でのそのマレーシアのとか台湾とかにも結構出させていただいてたんですけど、やっぱリアルで現地に行きたいなって思って、2期の活動として行きたいなってすごい思ってて、なんかその夢が叶って、なんかすごいなんかもう感無量って感じです。だからもう嬉しすぎて家族全員連れてきます。だから今みんな飛行機何乗るって話してました。飛行機何乗るっていう感じでした。タイはちいこちゃんがメンバーはないです。いやでもなんかその現地の多分コーディネーターさんみたいな方がいらっしゃるので、あんまり自由時間がないんですね。だからねちょっとねバンコク、しかもバンコクだけっぽいんで、ちょっとパタヤとかローズガーデンとかも行けなそうなんですけど、まあでもまたね行きましょう、また連れてって言ってもらえないそうですねって感じですね。家族みんなそう、だから家族みんな来てくれるらしいんですよ。森永さんが中川さんのアドバイスで助かったと言ってました。本当ですか、私なんか言ったかな、わかんないけどって感じなので先に言っとくと、お水水道水は基本私は結構お腹崩しちゃうんで、タイの水道水飲まないで2リットルのペットボトルを買って、それで歯磨きとか全部やりましたね。歯磨きとか飲み物も全部そうですね。あとは野菜を食べない、あと氷も飲まない、氷飲まない&
野菜食べないですね。フルーツは食べるんですけど、サラダ食べないですって感じの生活してます。じゃないとなんかお腹痛くなっちゃって、私すぐキラキラしちゃうから。私タイで熱中症、なんかカンボジアで熱中症になって、めっちゃキラキラしたことあるんです。パタヤしか行ったことないです。いいな、もうパタヤ行きたいんよ今。パタヤ行きたい。氷もダメなやつ、オッケーなやつありますよね。そう、氷はなんか穴が開いてる、なんか機械で作ったやつはいいんですけどみたいな感じです。ホテルの氷でやられます。だからホテル、あの氷なしでっていつも言います。僕もお腹弱いなんで気をつけなきゃ。え、気をつけて、本当にマジで気をつけてください。参考になる人たくさんいると思いますマジで気をつけて。そう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 、メモメモ。生水ダメですよ。生水基本ダメですね。日本以外は基本ダメだと思ってみんな過ごしてほしいですね。あとみんなティッシュめっちゃ持ってった方がいいと思う。ティッシュなんか今の時代めっちゃティッシュ必要だし、普通にティッシュ持ってった方がいい。私結構タオル派なんですけど、みんなティッシュ。氷なしでってなんて言えば伝わるんですかね。え、タイ語であるんですよ、なんか氷なしでっていう。私ね覚えたんだけど、ちょっと後でなんかどっかに書いておきますね。マイサイナムケン、マイサイナムケンっていう、あれ確かそんな感じだったと思います。なんか氷なしでみたいなそのタイ語だけ覚えました、ちゃんと多分それだと思うんですけど氷なしっていうタイ語を覚えて、それを店員さんにめっちゃ言ってました。覚えるから、そうそう、マイサイナムケンみたいな感じだと思いますだけどみんなでゼップ羽田を終わったら、じゃタイ語、タイに集中しようって言ってそうそうそう、マイサイナムケンみたいな感じだと思います。え、そう、氷なしでがマイサイナムケンなんだよね多分。え、多分ね。じゃあ僕も勉強は5日からでいっかタイに集中していきたい気持ちではありますにきちゃんでタイ語講座を、いやーちょっと頑張りたいね。タイに集中、タイに集中今ちょっとゼップに夢中いや、いいこと言っちゃったえ、今何時間配信してる。そうって感じでした。ちょっと笑っちゃったやん。そうで、誕生日が終わって18歳になりましたね。で、チェーン店とかでも氷やばいんですか。あ、ダメです、ダメです。チェーン店もダメ、基本ダメですね。基本ダメ、基本本当にダメ。あとこれはなんか観光する場所によって、まあでもなんかタイの話ばっかりになっちゃうんだけど、そうなんか寺院に行くときは、まあ、男の人は多分あんまりハト出さないと思うんですけど、メンバーに後で言っとこうかなと思ったんだけど、でも知ってるかな、なんかあんまり膝とかあんま出さない、なんか肌あんま出さない方がいいんですね。なんかノースリーブとかで行っちゃダメなの。そうなんか肌あんま出さない、露出しない感じで、足もミニスカとか確かダメで、膝より下なんかは隠れてないと確かダメなんですね。でも最近はなんか服貸してくれたりするのかな、わかんないんだけど、応急とかハーパンダメですよね。そうそう、だからハーパンとかダメなんです確か。だからミニスカとかで、なんかスカートで行っちゃダメなんだよね多分。なんかロングスカートとか多分大丈夫なんですけどって感じですね。でみんなハーパン、暑いからってハーパン履くと入れませんとか言われちゃうんで。なんでノースリーブとかもダメですね。ミニスカ気をつけますね、みんな気をつけて。そうそうって感じかな。ご飯は基本サラダだけ食べなければ多分大丈夫です。なんか本当にパッタイとかカオマンガイとかについてるちょっとしたサラダでもダメ、本当に食べちゃダメ、食べちゃダメとは言わないけど、なるべく食べない方がいいと思う。この時期もあったかいんですか。年中あったかいですね。なんかスコールがあるぐらいで基本ずっとあったかいと思う。肌出すなら日焼け止め塗ってめ、私ね日焼け止め塗んないんですよ。塗らないです。さすがに塗った方がいい。タイは無事のお帰りをお祈りしてます。ありがとうございます。気をつけます野菜は飾り、うん、なんか本当に気をつけて。まあでも全然なんかうちのお父さんとかおじいちゃんとかは割となんか食べれる人は食べれるのよ。そう、お腹弱い人は本当に気をつけてほしいです。基本6割ぐらいの人は食べない方がいいと思いますもうガチでもう私は最強ですっていう人は別にいいんですけどだからチェコちゃんパクチー食べないんです。パクチーはナチュラルに無理佐藤さんがハート、ありがとうございます。もうタイ直前になったらタイ旅行のことのもうちょっと言っとかないと。
って思いました。まあ、結構みんなやばい、でもみんな知ってると思うけどねって感じ。なんか正直なんかあの本に書いてあるじゃん、ルルブとかうちら結構そういうの読む派なので、地球の歩き方とか結構大好きな人なんですよって感じ。チコちゃん繊細なのね。そうですね、結構繊細かもしれないですね。肌とかも結構鉄の胃袋じゃない、そう鉄の胃袋の方は結構ね何でもいけるんだけどそういうわけにいかないからって感じです私結構弱めなんで。地球の歩き方買いましたルルブ読めばいいんですね読んでくださいあ、まあ、でも海外でお腹痛いのあれだからチャレンジしない方が良さげですね。そうですね、やっぱなんかみんなちょっとあの常備薬持ってった方がいいと思う。私いつも海外行く前は必ず病院に行って、必ず病院に行きます。行く前に必ず病院行って常備薬、あ常備薬っていうのはその腹痛とか、まあ、パブロン持ってけば大丈夫。タパブロンと胃腸薬、あとカロナール薬、常備薬ですねはちゃんと持ってくようにしておきましょう。あと龍角散はみんな持ってきましょう。里芋の緑茶とかあるから買うとき気をつけるとか、あーまあそのお土産系はね、まあ各自気をつけてくださいいきなり投げやりそうなのって感じかな。タイ、うん、あとはまあ基本的に普通にお金とかすられるから、あのチコちゃんいつもここに斜め掛けのバッグあるじゃないですか、持ってるのいつも必ずみんな絶対それは肌に離そうと思ってくださいって感じ。初海外のメンバーにも伝えておくで島崎ゆりさんとかね、なんかもうなくしそうですもんね、すぐに。楽しみための準備、そうもう肌身離さず、お金と携帯は肌身離さないって気持ちで言ってください。もう肌身離さなくてもすられますから必ずチャックのあるバッグで。あと私は結構そう旅行だからって言ってあんまり派手な、あなんていうの、なんかお金がありそうな洋服を着ないっていうの結構ポイントですねなんかこの人お金落ちそうだなって思われる服装をしないことですね。これはねマジで気をつけた防犯対策です。子供も注意した方がいい。そう子供を撫で、子供の頭をこうやって撫でるの確かダメなんですよね。まあ、撫でることないと思うんだけど。治安やばいな、タイやばいよ普通に。バンコクは普段のチコちゃんダメかそうだから本当に本当にみんな最新の注意を払って来てくれればなって思います。ちいちゃんお金持ちから出てるから無理や。もう基本日本人っていうだけでみんな金持ちって思われて狙われてるんで、本当にすごい可愛い化粧とかすごいしてるとなんかねそういう風に思われちゃう。まあしょうがないね今回ね、今回ライブだからって感じなんですけど、まあみんな気をつけてください。みんな気をつけてね、本当にすぐ剃られるから気をつけてな。狙われないの大事ですね。そうまず剃られる前にまず狙われないってとこが大切だから、最新の注意を払って生きてるねって感じです。普段あんなに派手な人に言われることがまあ私はね大丈夫ですね、私は大丈夫です。どこからその自信がまた来てるの。虎のリュック背負っても近寄れないかも。私ねちっちゃかったからねあんまりね狙われることないんですね、あまりにも子供だから。まあでもみんな連れ触られないようにね、連れ触られないように気をつけて。ちこちゃんプロだからな、ちっちゃい時から言ってるからね。あって感じですね。あとはえ、ちょ振り返ってんだって、私今まだ9月だから。9月、10月はなんかあるかな。10月はあのちなっちゃんのいわきに来ましたね。いわきでバスツアー、バスツアーも3年ぶりの開催でやっと上半期に入ったねそう初めての方も結構いらっしゃったんじゃないかなと思いつつ、ライブ楽しみ、よかったね。10月もバスツアー行った後、その後なんか1週間ぐらい珍しくオフをいただいたので、そこでユニバーサルスタジオジャパンに行ってめっちゃ写真を撮った。え、バスツアー2ヶ月前なんですかえ、バスツアー2ヶ月前なんだね。バスツアーほんと楽しかった。下半期では、あ、間違えた、下半期か、間違えちゃった、上半期が終わったのかっていう感じです。早いで、11月、なんかすぐまとめちゃったわちいこちゃんの片思いがそう片思い反応って言ってました。
11月は See you だけの初披露でしたね。 See you だけだけ駆け抜ける、駆け抜けるしかなかった僕は。楽しみですね、 See you。 See you だけはもうね MV を撮ってあるので、あとは公開されるのみって感じ。寒かったな。野外単独はかなり久しぶりでしたか。そうですね、あ、てか野外の単独ライブは初めてでしたね。私は初めてでした。 MV 楽しみすぎます。 MV 楽しみすぎるし、なんか全部楽しみだよねみたいな感じです。ミント君がありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうって感じですね。で、12月でもう今日か、12月はやっと念願のカリさんとのツーマンライブができてねえ、で梅坊公演があって、梅坊公演やるって聞いたのは多分アットジャムの2日目、あ、1日目か、1日目の終わりぐらいになんか梅坊さんとコラボしますって言われて、12月です、で梅坊さん、あ、で梅坊公演のリハーサルは多分11月の頭ぐらいから始まっててみたいな、約 1ヶ月ぐらい準備期間が、その前だったのか。そうなんですよ、その前からやってて、なんか結構メンバーもさ梅坊の話あんましてないかもしれないよね今回、結構年末刺さってきちゃったから。そうなの、そう、11月の頭ぐらいから準備してて、でもうその日のうちに主役じゃないんですかなんか主役って言ってなんかちょっと分かんないんですけど、そう梅坊公演大変ですね、大変でしたねってなんか変だけど、梅坊公演でも役もすぐに決まったんですね、割と。なんかクリスマス公演なんで、クリスマスにちなんだ、結果的に12月カツカツでしたね。そう、カツカツすぎて。佐藤さんがハート、ありがとうございます。そうなんです、ちょっとね、だからちょっと体調崩しちゃったりしてたんですけど、ちょっと11月12月はすごい稼働してたんで、ちょっとだからすごい稼働してたよね多分。で11月は友達ともなんかちょっといろいろあって、友達が2人減って1人増えるみたいな、いろいろ事件があってみたいな。See you たまにずっと頭に流れてきて離れなくなるのがどうにかしてほしい。ちえこちゃん、梅坊最初に見たのいつなんですか。あ、なんか姉さんかな、なんかアプガ姉さんが、古川さんがなんかやってるみたいな話聞いて、で姉さん公演やってるのなんか映像で結構見てたんですね。映像で見てて、そうそう、トータルマイナスって感じですか。最初に見たのは映像になっちゃうかな、そう思うと、うんって感じです。で私一回姉さんの梅坊公園にアップカフェスの時にちょっとちょろって出させていただいてみたいな話だったと思います。デビューの時梅坊だったよね。そう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 、多分ねそんな感じだったと思います。小夏出てた時見に行けなかったんです。そう、小夏さんがいらっしゃった時私見に行けなかったんですよ。なんか静岡に基本いるんで、学校行ってたりするとね、ちょっと見に行けなかったりしててって感じです。ごめんなさいって感じですかね。で練習が始まって、ですぐにクリスマスの話ですってなって、そうダメなトナカイとダメなサンタさんが、そう先輩サンタと先輩トナカイにいびられながら頑張るよみたいな成長していく話って言われてあ、そういう話なんだと思って、まずね、あ、そっかそっか、クリスマスか。で、なんかその11月ぐらいに聞いてたから、なんかクリスマスってすごい先だなって思ってたんですよ。クリスマスか、そんな先かと思ってたんだけど、うん、でも映像で見られるので羨まそんな感じですかね。いびられるっていうか、で一回その11月の20何日かの梅坊公演な、あの池袋のシアターに一回見に、あのメンバー全員でね一回見に行かせていただいたんですよ。そうそうそう、ちょうど今そのちょうどけなんていうの、私たちがちょうど私たちの梅坊公演の準備中で、まあ、先生がちょっと公演やってるって言ってたんで、じゃあみんなで見に行きましょうって言ってみんなで見に行かせていただいて、ですごい感動して家事と二人で頑張ろうねって家事隣の席だったんですね。家事隣の席で見てて、頑張ろうみたいな感じになって
って感じです。なんかずっと家事言ったらなんか相棒みたいな。あ、メモやってたよね。そうそうそう、池袋のやつですか、見に行かせていただいて、家事言うと二人頑張ろうみたいな感じでした。だからなんか11月はすごい家事と相棒みたいな感じでしたね。わかんない、勝手に私は思ってたけど、家事はどう思ってるか知らないけど相棒みたいな感じでやってて、で練習進んでて、なんかもうなんか一人一人ハマり役ってすごい語弊があるかもしれないけど、まあ本人たちもハマり役ってるからまだいいんだけどなんか結構ハマり役で一人一人のその個性に合ってるんじゃないけどそうそう、なんかもう笑っちゃうじゃんね。なんかもうなんかさ、ファンの方、ちなちゃんも言ってたんだけど、なんかちなちゃんが自分のファンの方になんかちなちゃんそのままやんって言われたんだよねって言ってて、なんかもうみんなで笑っちゃってで、カジもなんかダメトナカイ、怠け者トナカイだしみたいななんか本当に笑っちゃってそうそう、一人一人がね、その一人一人のその役が大切じゃないですか。ちなちゃんのイミリクがハマってる、いやなんかもう面白くなっちゃってだけどその N ボ公演見た後にそのファンの方が結構その感想をチーコに送ってくださる方が多くて、あのすごい多くて全部感想を読ませていただいたんですけど、ありがとうございます皆さん。その中でなんかすごい本当にちいこちゃんが加入してからの成長を見届けているようでしたみたいな感じで言われて、なんか自分もそのやってる間にそのエンジェル演じて20年って曲使ってたりとかしてたから、なんかすごいなんかデビュー当時のことを思い出しちゃって、なんかそのアフガニキに入ってからその今日までのことすごい思い出しながら MV をやってたんで、すごい楽しくできたんですけど、楽しくできたっていうかすごい思い出したなっていうのがあってそうっていうのをなんか考えながらやってたらちょっと楽しかったです。ほぼ主役でした、すごい面白かったですでなんか実際にそれなんか MV 公演見てちょっと泣いちゃいましたみたいな人いて、嬉しかったです、感動したって言われたのすごい嬉しかったです。なんか演技っていうものに挑戦するのもね、ほぼ初めてみたいな感じだったんでどうなるかと思ったんですけど、中川さんの物語だったんですね、わかんないけど私は勝手にそう思ってたけどって感じでした。とっても楽しかったです練習中もそのなんか結構カレー持ったりとか、なんかサンタさんの袋持ったりとか、サンタさんのコスプレしたりとか、すごく楽しかったです。で私最初すごいイケてないサンタ役だったんで、もう超太ってるのサンタさん、こうやってリアルサンタなんですけど、あれはあのその後に私が可愛いサンタとして生まれ変わるんですね。その時の衣装をもう下に着てるんですよだからすごいなんかこんなマジガビカビゴンみたいになっちゃったんですけど、っていうのも一つ裏話のわかんないけどですね、早着替えも結構しましたね。でアミちゃんとユリアちゃんにすごい助けてもらいました。アミちゃんとユリアちゃんがすごいカビゴンチゴちゃんも可愛かったよなんかさ、頭身がおかしいのよ、なんか顔のサイズにカビゴンになってるからさ、そう面白かったです。島崎ゆりえちゃんとあみちゃんがすごい早着替え助けてくれたりしたのですごいありがたかったです。助かりました、本当につんくさの歌がハマってました。そんなんかかってきなさいとかね、いや見なとか楽しかったです。で最後なんか袋からあのチェキ取り出すとか、まあいろいろあったんですけど、まあ楽しくできたのでよかったかなって思います。で今日もう大晦日か、なんか振り返ってみるとすごい早いな、もう12月31日なんだっていう、早いな。なんか私の気持ち的にはまあ追いついてきたけど、でも最近はちょっと早いなってやっぱ感じますね。もう12月30日、なんか振り返ってみるとやっぱ早いよね。なんか過ごしてる間は長いなって思うけど、長いなっていうかなんていうの、充実してた、ね、そう1年間本当に充実してたんだけど、振り返ってみると早いなって思っちゃう。早くないけどねあ、パリンジュちゃんが天丼くれた、ありがとう。あ、天そばかもって感じで、そろそろ配信終わろうと思います。じゃあ最後にランキングとか確認して終わろうと思います。今日はねちょっと配信長かったんで10位から発表しますね。10位ヨシーちゃんありがとうございます。9位テッテちゃんありがとうございます。8位アカリンジュちゃんありがとうございます。
第7位かな、ゆうくん、ありがとう。ほんと見てくれてありがとうね、ゆうくんじゃん。ゆうくん、ゆうくんツイッター生きてる6位がハローちゃん、ありがとうね、ハローちゃんありがとうございます。ハローハローハロー。5位が仮面ちゃん、ありがとうございます。なんかみんなアバター可愛くてなんか羨ましいな。仮面ちゃんありがとう。第4位が竹原ちゃん、ありがとう竹原ちゃん。パンダいいな、パンダ私もパンダ好きだよ結構。第3位がやすちゃん、ありがとうございます。やすちゃん、イエーイ、やすちゃんビッグラブだよ。第2位がみやちちゃん、ありがとう。みやちゃん、みやちちゃんのことが好きだよ。本当だよ、本当に本当に好きだよ。第1位がさとちゃん、ありがとうございます。さとちゃん好き、さとちゃん好き、さとちゃんのことが大好きだわよな。え、いやなんか口に当たるみたいで気持ち悪かったねありがとうございます。ゆうくんがありがとう、ありがとうございます。久しぶりに長い配信でした。確かに確かに長かったかも。あ、佐藤さんが頑張ったってくれて、え、ありがとう、頑張ったかもしんない2022年本当にありがとう。いや本当にありがとう、みんな。でもまだ2023年待ってるから、明日から23年だよ。まあ23年もね、私に任せてくれということでなんか目標とか言っといた方がいい？ないよ私、どうしよう、体調崩さないかなでも私それ多分今年の目標でもそれ上げてたんだよね、なんかマジで体調崩さないっていう目標にしてたけど、23年もそれになっちゃうよこのままだとありがとうね、みんなお餅を喉に詰まらせないでね。あかりんちょちゃんありがとう、あと竹原さん、良いお年をありがとうね。ちょまるありがとうございます任せたということで、みんな今日もありがとうございました。佐藤さん良いお年を、ありがとう。じゃあまた明日配信できたら配信しよう。あ、メイパーちゃんありがとうございますということで、まったねー、良いお年を。お、フルさんありがとうございます。みんな良いお年を、じゃあねー。